二人やっぱ付き合ってんだって。ショック。私トキワくんのことマジ好きだったのに。しかもトキワくんから告白したらしいよ。私はメイリンからって聞いたけどな。私も相当頑張っちゃったらしいじゃないメイリン。アスカ、ちょっと待てよ。アスカ、ごめん、ごめんね、アスカくん。偽りの恋人。トキワに関わるなよ。ああ、もうアスカ君に合わせる顔がないよ。アスカ、アスカ君大好きだからね。世界で一番アスカ君が好きだから。この気持ちはいつまでも変わらないから信じててね。何が信じててねだよ。これってもしかして八つ当たり？アスカくん。何？こら、こらこら！二人ともやめろ！同じサッカー部員なんだし、仲良くやろうよ！な、アスカ。な、トキワ。はいはい、すみませんでしたと。あいつに何をしたんだ？メイリンがお前と付き合うなんて！それって、メイリンが自分以外の男好きになるはずないってこと？すっごい自信家だね、アスカ君は。とぼけんじゃねえよ！何かやったんだろ、お前がよ！どうぞご自由に。でもどっちにせよ、メイリンは俺のもんだから。欲しいな。で、誰にあげるつもり？あ、そっか。私もうアスカ君に渡せるはずないのに。ほんと、メイリンってわかんない。え？あんなにアスカ君、アスカ君って騒いでたくせに、突然トキワッチと付き合い始めてんの？ほんとどうなってんの？説明してよね。シュウコもユエちゃんも言ってたじゃん。アスカくんよりトキワくんの方がいいって。女は愛されてる方が幸せだって言ったじゃない。そりゃ言ったけど。でも本当に付き合うとは思わなかった。メイリンはどんなことがあってもアスカだけなんだと思ってた。だよね。アスカのこと運命の人だって言ってたくせに、なんだその程度って感じ。超がっかり。だって私がトキワくんと付き合わなかったら、アスカ君は死んじゃうかもしれないんだよ。まあまあ、そんなにうちの彼女をいじめないでよ。トキワ君。ちょっと恥ずかしいじゃん。ちょっとやめてよね。いやだ、やめてよ。もうみんな見てるよ。今さら照れることないじゃん。やだ。あ、これうまそう。メイリンが作ったの？あ、ダメ。あ、え？なんで？あ、私のじゃないの。自分のはもう全部食べちゃった。へえ、普通彼氏のため一個くらい取っとかないか？いい、ごめんね。まあいっか。その代わり今度ちゃんと作ってくれよな。あ、こんなとこアスカ君に見られたくない。ちょっとご
と。あ、お。ゆえちゃん、しゅうこ、あたし先に教室戻るね。あ、うん。って、まだ片付け終わってないのに。なんかとっても、ラブラブなカップルには見えないんですけど。照れてんだろ？メイリンってそういう子じゃん。ときわくん！よかったら、あたしの食べない？あたしのもあげる。ごめんね。メイリンの以外食べるつもりないから。いいじゃん。いや、メイリン一筋だからさ。本当、気持ちありがたいんだけどね。聞いたやろう。あ、ちょっとゆえちゃん、何するの？こうすんの？一体、なんだ？ん？全部お前が悪いんだよ。それ食って頭冷やせ、バカ。なんだあれ、わけわかんねえ。おお、それ手作りケーキじゃん。でもなんで小西がアスカに？知るかよ、ぶっつけられたんだぞ俺は。え、じゃあ俺にくれよ、小西の手作りケーキ食いてー。それ作ったの私でもゆえちゃんでもないからね。そこんとこよろしく。でさ、うちのスタミナニンニクマン、もう信じられねえってくらいうまいんだよ。ここは一つ俺がおごるからさ、まあ、なんていうの、俺が相談に乗るっていうか、恋の先輩としてなんちゃって。あ、なんだそれ。これはアスカくんの持ってて、世界で一番アスカくんが好きだから信じててね。やっぱ時輪が何かしたとしか思えねえよ。悪い、用事思い出した。用事？お、だから金がないなら俺が怒るから。メリー、アスカくんじゃん。俺に何かよ。それとも、あ、俺の彼女に用かな。ちょ、トキワくん。言う通りにしないとアスカくんがどうなっても知らないよ。もっともメイリンの方はアスカくんに用はないみたいだけどね、メイリン。アスカくん、違うの、これは違うの。返すよこれ。え、でもこれって、アスカ君。ああ、トキワ君。メイリンは俺の彼女だろ、何回言えばわかるんだ。それはこれだけ言ってもわからないって言うなら、あとは実力行使あるのみだ。え、いや。トキワくん。もうお守りなんて必要ない。彼氏の俺がメイリンを守ってるんだから。そうだろメイリン。話して。あがくだけ無駄だよ。どうしよう。勝利のためのマストギアって感じ？
温めてやるから食べてみろって。ん？何やってんだあいつ。なーすか、いくつく？ああうん、今行く。ないないよ、ハッケがない。あ、おじさん。おや、聖華中学の生徒さんだね。これくらいの水晶のお守り見なかったですか？さあ、なかったな。そうですか。うんめ、今日も最高の味だ。毎日食ってんのか？あうん、元気出せよアスカ。なんかあるなら俺がいくらでも聞くからさ。うんうん、水。ったく死ぬかと思ったよ。わりわり。ただいま。ハッケもなくしちゃったし、アスカ君にも嫌われちゃった。私もう本当に後戻りできないんだね。明日から何をですってんやね。メイリー、おかえりなさい。ああもうこんなのやだ、どんどん自己嫌悪だよ。そうだ、こんな時こそ占ってみよう。お願い、ハッケはどこにあるの？教えて。我が風水を司るシェンロンよ、ハオユン、ライダー、この乙女の願いを叶えよ。鉄橋がすぐそばにある橋って言ったら三雲橋しかないよ。メイリー、ちょっと出かけてくる。行ってらっしゃい。あー、思ったより広いな。本当に見つかるかな。でもやるっきゃない。結構降ってきたな。やむまでゲームでもやっていけよ。ああ、そうだな。やっぱり帰る。ゲームやっていけよ。ああ、ここにもない。メリン？あった！そんな、もう暗くなってきちゃったし、見つからないかもしれない。メリン！アスカ君！何やってんだ、こんなところで。なんでもないよ。なんでもなくねえだろ。もういいの。どうせ見つかりっこないんだから。なんか探してんのか？ハッケがなくなっちゃったの。え、ハッケが？でももういいよ。ハッケってあんなに小さいんだよ。これだけ探してもないんだ。アスカ君。アスカ君大丈夫？もうやめてよ。暗いし危ないし、もう本当にいいんだから。そんな簡単に諦めんな。大切なものなら簡単に諦めんなよ。アスカ君。
よし、1、2の3で行くぞ。うん、1、2の3。すなよ、特別なお守りなんだろ。アスカ君、ありがとう。一体どうしたの、その格好は。川で転んで。だから発揮をなくして。とにかく二人ともまずシャワーを浴びてらっしゃい。あ、俺は自分家に帰ります。お母さんまだお帰りじゃないみたいよ。どうせだからうちでご飯食べていけば。うん、一人で食べるのは風水的に見てもおすすめできんからな。え、でもついでに太極拳でも教えてやろうかの。久しぶりだな。上がって上がって。なあ、アスカの父さんいつ日本に帰ってくるの？頼みたいものあるんだけど。ああ、それが大学の授業が増えちゃったとかで、しばらくはまだ向こうに。商売繁盛、結構結構。これも私の黄色の招き猫のおかげ。そんなものなくたって、ゆうきさんは元から立派な大学教授ですよ。そんなものって、いくらお母さんでも聞き捨てならんだ。はいはい。メリー、そろそろ夕飯だって。寝てんのか？ほら天心、パソコンいたずらしちゃダメだろ。ドクターリン、明日この前の神社に来てくれ。言うことを聞かないと、アスカがどんな目に遭うかもう分かっているだろう。なんだよこれ。うるさいな。うわ、アスカ君、どういうことなんだよ。このメールだよ。お前の態度が急に変わったのとなんか関係があるんじゃないのか。それは言えないならいいよ。アスカ君の意地悪。私が本当に好きなのはアスカ君だって知ってるくせに。だってしょうがないじゃない。私がアスカ君を好きでいたらアスカ君死んじゃうんだもん。そんなのやだ、絶対やだもん。もしかして時はか。やっぱりあいつが何かしたんだな。そうなんだな、メリー。時はく、陰陽師の不思議な力を持ってるの。アスカ君が乗ったバスが事故にあったのも、天心を操ったのも、全部時は君の仕業なんだよ。私が時は君と付き合わないとアスカ君のこと消すって。だから私。あいつ普通じゃねえよ。どうしてそこまでして俺たちを狙うんだよ。わからない。でもアスカ君が死んじゃうのだけは嫌。メソメソ泣いてんじゃねえよバーカ。俺がそう簡単に死ぬわけねえだろ。お前は俺が守ってやる。アスカ君。まさか見てたの？いや、惜しいとこじゃった。本当にね。お前押すからだぞ、ゴミ。押したの親父だろ。失礼します。まさか。もうみんな最低、大嫌い。許さない。裏切り者は絶対に許さない。何かが変わったかな。
式神の話をするね。はい、今回も僕が。そう、式神とは陰陽道で使われる鬼神のことで、まあ簡単に言うと便利な召使いみたいなものかな。洗濯や掃除だってできるんだぜ。運命の人に出会いたいと思っているあなた、鈴付きのキーホルダーを使ってみてね。ねえアスカ、あたしやっぱりトキワくんとは付き合えない。友達にもアスカくんにも、そして何より自分に嘘はつきたくない。だからあたしもう逃げたりしない。次回決戦の放課後バトル、ハオユンライラ、この乙女の願いを叶えよう。